トライアンフ2000-2500トライアンフ2000-2500はイギリスの自動車メーカーブランドトライアンフが1963年から1977年まで生産した中型乗用車である1950年代中期から改良を受けつつ1960年にスタンダードトライアンフがレイランドに買収された後も連綿と生産されていた スタンダード・バンガードに代わって1963年に発表された新しい設計の乗用車。このモデルの登場で、バンガードとその連価版の4機筒車エンサインは製造終了となり、トライアンフにとっては従前の親会社にあたるスタンダード名義の自動車はなくなった。前輪独立のサスペンション、新進気鋭のイタリア人デザイナージョバンニ・ミケロッティがデザインした。 モノコック構造を採用した新設計の車体などによって、保守的で旧式なイメージの強かった英国中級車の伝統を打破する新型車として注目された。イギリス国内には残存数が多く中古車相場が安い上、TR4,TR6 や GT6 との部品互換性が高く、保守整備が容易であるため、手軽なクラシックカー趣味の対象として人気が高い。 当初はトライアンフ2004ドアセダンのみが登場した。エンジンはバンガード1 9 6 1年以来用いられていたオフ直列6気筒を流用したもの4足マニュアルまたはボルグワーナー BW35 型3足オートマチックが選択可能であった。ブレーキはサーボ付きで当初から前輪はディスクブレーキであった。トライアンフ2000は 同年にデビューしたローバー2000としばしば比較された。内装が伝統的な英国車趣味である点、スタイリングやサスペンション設計の革新性、工作の丁寧さではローバーに軍配が上がったが、エンジンのスムーズさでは4気筒のローバーよりも6、気筒のトライアンフが勝り、イタリアンスタイルの流麗さも当時の市場にアピール、しうるもで、以後両者は常に相互ライバル的な存在となった。 1965年には、ロンドンタクシーの車体製造で知られる車が、外注製作したコドアステーションワゴンが追加された。1968年には、トライアンフ2.5パイが追加された。同時期にデビューした TR5 パイ同様、排気量を 2498cc に拡大し、性の機械式燃料噴射装置を与えたモデルである。 ライバルのローバー 2000SC 同様アンダーパワーと評されていた2000に対し、性能の改善は目覚ましかったが、信頼性と燃費は犠牲となり、特にオーストラリアに輸出されたパイは国書によるオーバーヒートや燃料の蒸発に悩まされたため、2.5パイの減損数は比較的少ない。2.5パイの投入はローバーが P6 の強化を図って1966年に、 SU ツインキャブレタ付けの 2000TC1968 年には、モトビューイック用の V 型8気筒エンジンを搭載した 3500TC3500S を搭乗させ、動力性能面でトライアンフに差をつけたことに対抗するためであった。すでに、ローバーとトライアンフは、ローバーのレーランド3回、1967年時点で同じ企業家のヘイソンブランドとなっており、 さらには1968年のブリティッシュモーター、コーポレーションとの合わせでが成立、同クラスでの車内重複車種が多数が生じていた。にもかかわらず、ローバー P6 シリーズとトライアンフ2000、2500、両社は共に生産が続行され、奇妙な車内ライバル関係は、両社が1977年に共通の後継車、ローバー SD1 にバトンタッチするまで続いた。 MK1 の2000は12645万台生産されたが、2 5 i はわずか9029台の生産で、特にそのエステート版はシリーズ中もとも希少な存在となっている。2000、2 5 i は1969年に、ミケロッティ自身のデザインによるマイナーチェンジを受け、翌1970年にデビューするに、ドアスペシャルティカーノに似た。 フロントデザインを採用、ダッシュボードも木目パネルが多用された、より英国車らしいデザインに変更された。マーク2のバリエーションはベーシックな2000、2500cc ツインキャブレタ付け、2500tc、そして燃料噴射の 2500π の3種類となった。1975年には 2500tc にアルミホイールやサスペンションのロールバーなど、 パイ専用だった装備を追加した 2500S が追加されてパイは消滅した。MK2 の2000は104580台、2500TC は32492台、2 5 0 0イは49742台、2500S は8164台が生産された。もっともその過程では当時の BLMC 社に共通した。 品質低下傾向の弊害は免れなかった。1977年、2000、2500は前年に登場したローバー SD126 機筒2300、2600CC エンジン付き廉価版が登場したのと入れ替わりに2200になっていたローバー P6 と共に消滅した。1960年代より世界ラリーに参戦していた。 BMC ワークスはミニの黄金時代の後のスポーツカー時代となる1969年ラリーモンテカルロにおいて2.5パイを GR にエントリーし始め総合8位につけたのを皮切りに1970年サファリラリーでは総合6位につけると WRC となりエントラントネームも大規模な車内セールによりブリティッシュレイランドカーズとなった1976年の TR7 までトライアンフからクーパー S にスイッチしつつ、ラリー活動をモンテカルロや地元ウェールズラリーギガバイトへスポット的に縮小しつつも参戦自体は続けられてゆく。2000はアベモータース等のトライアンフ輸入総代理店を通じ、1970年代初頭の MK2 時代まで輸入されたが、台数は非常に少なく路上で見かけることは稀で、多くは 外交官ナンバー車であった2500系は正規輸入されなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。